な乗ってるかい。俺たちははみ出し野郎のアウトロー、自由に向かって突っ走る We are ぶっちぎりバトルハッカーズ。バトルハッカーズ。俺たちは恐れはしない、B1 からの中継にチューニング合わせてくれてサンキューよ。悪の軍団グレンドスを相手にアルゴのバトルハッカーズは必死で戦い続けてるわけなんだけど、今回は彼らの活躍をまとめて見せちゃおうって企画さ。さあバトルハッカーズの魅力をたっぷり堪能してくれ。マッハブラスターゴーゴーゴー。落ちこぼれ部隊バトルハッカーズさん、ドリルクラッシャー参上。バトルハッカーズの暴れ者ドリルクラッシャー、3段階モジュールチェンジによるドリル殺法が得意技だ。俺たちも合体だ。ロッド長、ホイールマンたちの中で最も耳がよく、頭部にある集音レーダーは半径2キロ四方のあらゆる音を聞き分ける能力を持っている。これでどうだ。バギーウルフ剣山、命のいらない奴はどっからでもかかってこい。情報収集を得意とするロータリーキッドの体には各種ビデオカメラやレーダー類とともにサーモセンサーが装備されている。これは対象物をその温度で見分けるという優れたものだ。なんや悪い。ああ、せっかく昼寝してたのにうるさいじゃないか。
静かにしてくれよ。ふざけた野郎だ、刈り上げシュートをくれい。おっと、下品な武器だね。まったく、なんやと。育ちの悪さがそのまま出ている感じ。センスが悪いんだよ。気取るね。僕が修正してあげよう。何されすんじゃ。その方がよっぽど似合うよ。おんどれ。僕はあんたらとやり合ってるほど暇じゃないんだね。バイバイ。ハイウェイをアルゴに向かってちんたら走ってるのはバトルハッカーズの一人、ツインカムジミ。エンジンの調子が悪いととっても機嫌が悪いやつなんだよね。こんな時に仕事かよ。俺は今体調が非常に悪い。したがって休み。マッハブラスター、元アルゴ軍ホワイトサンダーの勇士である。その名の通りマッハの早打ちを誇る。ヒューマノイドモジュール、マシンモジュール、マスターモジュールと三変形する頼れる男だ。流星よりも速い男、マッハブラスター誕生。上空からも来るぞ。打ち果たしてやる。バトルハッカーズのリーダー R ジェタンは4段階にモジュールチェンジすることができる。仲間の命と男の誇りを守るためなら命も懸ける伝説のファイターだ。行くぞ、バトルハッカーズ、レッツゴー。バトルハッカーズの活躍は惑星 B1 の上だけじゃないぜ。ブレンドスの連中を追っかけて大宇宙でも暴れ回るぜ。幅になってかかってこい。おりゃ、遅れん方を喰らえ。かかってこい。プロトラックレーサー、陸上作戦のベテランだ。冷静沈着、勇猛果敢な戦士で、その武器はビッグブレーザーカノンである。クソ、アルゴンか。邪魔だ、どいてろ。
聞こえるか。こちらプロトラック。オーケー、ビンビンだぜプロトラック。ビッグブレイザーカノンエネルギーカートリッジの補充を持ってきてくれ。世話が焼けんね。おい、援軍を頼むぞ。おっとクラッシャー、そいつは俺の仕事だぜ。高性能ターボチャージャー付きエンジンを持ち、素早さにかけては全体一の F1 ジャックだ。頼むぞ。それじゃあ一丁出前に行ってきますか。チェンジ F1。狙え。よし、そんな呪い球じゃこの F1 ジャックさんを仕留めようなんて10年早いよ。撃て撃て。あと1連射で終わりか。おまた。おお勘定は付けにしておきますか。おしゃべりは後にしろ。すんませんね。反撃開始だ。じゃあまたね。おい、ワッパー全部出ろ。おいでらすったね。お手柔らかに頼みますよ、皆さん。口の減らないやつだ、くらい。そんなコントロールで僕を撃ち落とすことはできないぜ。よせ、腰を戦いに巻き込むな。お前の下に。無敵のアウトロー戦士バトルハッカーズ参上。アルジェタ一同構え。おい、マジかよ。今撃たれたら俺も巻き添え食っちゃうじゃないか。撃て。決めるぜ。やばいぜ。うわ。命拾いしたぜ。アルジェタン、一つ質問があるんですがね。もし僕に当たったらどうするつもりだったんですか。葬式は出してやったさ。珍しいじゃん、お前が謝るなんてさ。今日はエンジンの吹きが絶好調なんだ。機嫌取ってくれなくてもいつ俺らよ。なんで性格なんか言った。いや別に。だったらしっかり捕まってろよ。イエッホー。うん、後ろから狙ってるな。危ないとこだったら行くぜ。ドキラ、お前にかなう相手じゃねえ。ここは俺が引き受けた。あえとこ脱出しろ。あ、わかった。やったか。
着をつける時か。マンガサゲポを受けてみろ。おかしな武器を使いやがって。マンガサかった。次は食わせるか。さあ、分かったか。俺のドリルは B1 一硬いんだ。マンガサバズーカでフィニッシュだ。ビス一本残さず吹っ飛んだか。よく覚えとけ。最後に笑う者が一番よく笑うんじゃ。お前も覚えとけ。勝負は下駄を履くまでわからないってな。それだ。俺のチェーン攻撃を素手で受けよったな。今度はこちらの番だ。そりゃとた。それお前ら何もないや。バトルハッカーズ隊長アルジェタン水産、同じくガルザック剣山、同じく合体ザウラー4人衆ヘッダーアバラデッカーティルダー揃いで剣山。バトルハッカーズみんなリード。おっと、やっちまえ。こらかなわ。引けそうはさせん。モジュールチェンジ。というわけで、バトルハッカーズのスーパーバトルいかがでしたかな。まだまだ見足りないって感じだろ。僕もそうなんだ。そういう子たちのために次回からはまた生放送でオンエアするから、みんな楽しみに待ってておくれよ。ほんとこよろしく。僕らのパトリシアがフレンドスに捕まった。荒くれ合体ザウラーの怒りが爆発だ。次回マシンロボぶっちぎりバトルハッカーズ、急げ合体ザウラー。